今回の雑学はこちら。はい。プールに落雷したら泳いでる人は関連するか。はい。水と電気が相性がいいのは常識です。もしも雷が海やプールに落ちた場合ですね。泳いでた人は感電してしまうのかどうかというと、水中に潜っている限り問題ないと。たとえ強力な雷が落ちても、水中にいる人間を感電させることはできないんですね。水面に雷が落ちた瞬間、100万ボルトの電圧が流れる。しかし水中ではすぐに四方に拡散して、威力が激減してしまうんです。あくまで水中の場合であります。水面に体の一部が出ている場合は別で、その状態で雷に直撃されたら、ほぼ助からない。感電死を防ぐには完全に潜ってるということが条件ということです。